とありがとう。トシさん、ジョンドーさん、ホッさん、アイスありがとうございます。トイさん、ハバキさん、ハートありがとう。先ほどまで雨が降っておりました。え、こっち降ってない。てっさんとはるさん、アイスありがとうございます。はい、みさぞんさん、アイスありがとうございます。ふさもアイスありがとう。ふさハートありがとう。キョピスもありがとうね。今日はそば食べます。
珍しい。ここにいるの？こぼれん？大丈夫？出口こっちだったチョリーズ、チョリチョリーズ。じゃあいただいちゃって。お蕎麦いただきます。蕎麦とか久しぶりじゃん。むしろそれ嫌だよね。自分は刺されたところにバンドエイド貼って直してます。バンドエイド貼るの？そう昨日ねちょっと公園でね考え事してて、でまあ思考も体もね停止してたんだけど、そしたらなんか足かゆいなってなってパッて見たらなんか黒いのがついとったけん、あやばいと思ってパッて押さえてそしたらまあ潰れてね、蚊止まっとったのよね。めっちゃ血出てて、わあ座れたでーって、そう足しかもなんかちょっとしか空いてない隙間、足の甲
悲しい。もう蚊に刺されたんだけど。いやまだ大丈夫かと思ってさ公園行ったんじゃけど、てかちょっとなんかあんまなんか家に帰りたくなくなって、なんか家帰ったらいろいろ考えすぎちゃうけん。ちょっと外散歩しようと思って。散歩がてら公園で、公園行こうと思って公園行ったらさら刺された、やられた。小団子さんもたはとりなと、達也さん、醤油団子さんはたりなと、そば、今そば食べてる。
ました。ありがとうございます。え、まあマジ早くない？蚊に刺されるの早すぎんと思ったんだけど。え、もう刺されるの？と思って。おはようございます。またありがとう。ブースセレさん、流れ星ありがとうございます。早くない？カー出てくるの本当に無理なんだけど。寝て起きたけどタックワーズ覚えてた、行かなきゃだって。そうや、皆さん今日タックワーズ皆さん食べに行かなきゃダメですからね。食べに行かなきゃ、食べに行くのもないですけど。私もじゃあ今日も食べようかな、ダックワーズ買おうかな。ゆきちゃんハートありがとう。ゆぴょんさん、ポンタシュダコさんハートありがとうございます。シュダコさんハートハート。これやった。おはようございます。かゆいんだけど、かゆくなってきた。なんだ、全然昨日噛まれたところかゆくなくて、痒くなかったんだけど、めっちゃだんだんかゆくなってきた。てか書いてない、書いてないよね、私触ってないし、触ったら負けたと思って。そんなにね、なんか、まあ、刺された当初はすごいクーってなったんだけど、まあ、こういうの触らないのが吉ですよ。
ほっとけほっとけ。されたとこバッテンしちゃうって。あら、私もしてたよそれ。あ、こっちミッフィーちゃんって。だけどなんかもう触るの嫌だなと思って。触んない。お、触ったらかゆいけど。公務一択です。うん、私あれ好きよ。なんか無比の無比パッチだ。我慢できる人はそう。まあでも我慢できるぐらいのあのかゆさでもあるけん、まだ我慢できる。でももっと痒いやつとかだったら多分ね、我慢できんくてさ、ちょっとね触ってると思う。あのかきはせんけど撫でてると思う。撫で撫でみたいな。でも刺されたところってさ、めっちゃさ熱持つじゃん。めっちゃ高いよね。毒が毒で。モサハットありがとう。ポッドハットありがとう。今日もね、焼きそば3本とハート、醤油団子さんありがとうございます。可の毒気の毒ウェーイウェーイ。大丈夫だよ。なんかあったら、なんか悩みでもある、聞くよ。話聞くだけは聞くよ。何も相談してあげられんけど、相談してあげられんけど、聞くだけは聞けるよ。それじゃあ今日も頑張っていきましょうね。またまたね、頑張ろうね。
ちらも聞きます、ありがとう。職場の子と喧嘩したって、あら何があったん、なんて喧嘩しちゃったの。もう吐けるだけ吐きな、ここにはあなたの職場の人は誰もおらんけん大丈夫よ。この愚痴がどっかに漏れるわけでもないけど大丈夫人の悪口ばかり言ってるから職場の子がそらいけんね。それはいかんよ。悪口なんて言うもんじゃない。どっちだろうね。そのさ、その子もその子なりのそのいろんなものを抱えとるかもしれない。じゃけんもうその人の悪口を言ってじゃないともう気持ちを保ってられないみたいな、そんな感じなのかもしれない。じゃあそれをこう注意してあげたってこと？注意したらはぁみたいな感じで言われたってこと？うん、悪口陰口はね嫌よね。いやもうそれはねもう拍手よ。やっぱなかなか人の悪口とか言っとってさ、まあ私もそうなんだけど、その言えなくない言えないんですよね私たとえあーよくないなって思うことをしてたとしても、なんかあんまり言える時と言えない時あるんだけど、そうじゃけんそれをねちゃんと本人に伝えるところはすごく素晴らしいことだと思います。それでまあ喧嘩になったとしてもそれは絶対プラスのことだと思うから、あんまり悩みすぎなくて本当に良いと。女子は面倒やね。そうだな、女子っていう生き物はほんまに面倒いんよ。うんうんうんいやいや頑張って仕事行く、よっしゃ頑張ってね、気にしすぎんでね。しんしんしんのすけさんアイスありがとうございます。ありがとうございます。確かにね、なんか悩み事とかある時とかはさ、まあ、運動したりとか何かしらするのありだね。えっ、ああユニバーサルオランダ、ユニバーサルスタジオオランダで流れてる曲じゃんこれ。私この曲めっちゃ怖いんだけど何？むすきともみさんありがとう。いいこちらこそ、いつでも入ってください。かけるもんは入っとって、溜め込むのは一番良くないけんね。
怖いんだけど、なんかこの曲ビートルジュースの曲、分からん知らない知らないけん怖いんだろうな。知っとったら別にそんな怖くないんだろう。怖い。最初の方の、ね、感じがなんか怖かった。舞台見んかった。え、舞台だったの。え、見てない、見てない見てないよ。見てないけん怖いんよちょっと恐怖を感じてるこの曲。感じるものでもないと思うんだけど、別にそんなに。面白いよ。だって、あ、そうなの？面白いの？私もう声じゃない、曲でもう結構やられてるけど、怖くて。なんかすごい本当に思うけど、人それぞれだなって思うよね。なんか本当に考え方ってさ、人それぞれすぎてさ、感じ方も考え方も。別に自分はそういうつもりでやってたわけじゃないけど、相手からしたらちょっと悪い方向にこう捉えられてたりとかもあるし、逆になんかそんなつもりなかったけど、あ、いい方向に行ったみたいなのもあるしさ、なんか本当に考え方感じ方人それぞれすぎて、なんか難しいよなって思いますよね。やっぱすごい生き物ですよね。それこそ人間関係、それな、人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。難しいね。だから面白くもあるけどね。そうなんだよね。
キュンピーさん、いってらっしゃい。頑張って、頑張ってきてね。おはよう。出ちゃきた。電車乗って。ツーリスガリ？ツーリスガリ？通りすがりだ。ラブレターありがとう。ポンパハートありがとうございます。マジ？この曲流れたっけ？ユニバで？めっちゃ BTS なんだけど。シェルグさん、ありがとうございます。今日は皆さんどんな一日に仕上げていきます？私はちょっといろいろ頑張ろうって感じです。カカアイスありがとう。でも昨日カニ刺されたの一箇所よかったな。結構止まっとったけん、一匹いるってことは結構おったのかなと思うと、よかった。一箇所でポジティブすぎ。それはポジティブすぎ。あ、お仕事いってらっしゃい、頑張ってね。そう、まだ一箇所でよかった。しかも捕まえたっていう言い方、ちょっと捕まえてはないけど、潰したんですけど潰してしまったんですけど、ワンちゃんさ、その子がさ、もう一回、あ、お腹いっぱいになるか。お腹いっぱいになったら、お腹いっぱいになったら飛べるんですかね。
なんかそんな感じのやつ見た気がするな。シュウザングさん、ハートありがとう。なんかそういうのを研究というか、なんか昆虫観察をしてる人がおって、その人がこう待ち吸わせたら、思う存分血を吸わせたら飛ぶのかみたいな。でもね、体重かったよ。てか普通にさ、自分の血吸わせんのやばくない？そういうので怖いんだけど。昆虫観察してらっしゃる方、サイコパスみたい。ホタートありがとうございます。なんか吸わせて蚊を吸わせて、なんかこの蚊に刺されたところを吸引したら痒くなくなるんじゃないかとか、そういうね研究をしてらっしゃる方がおって、だってパンパンにお腹膨れるもんね。もう膨れすぎて、なんかさ、あの 血の色も見えるよね、お腹からパンパンに吸った蚊の腹。テープ貼るのは聞くよね。あ、そうなの？じゃあ絆創膏とか貼るってこと？金柑金柑欲しくなってきた。金柑とか懐かしい。結構しみるくない？金柑うってなる。少数のはメスだけとか、メスとオスとか言うんじゃん。まあそりゃそうか、言うな、うん、それおるわ。やば、マジで、なんでだろう、なんでメスだけなんだろう。栄養分が足りないけん。メスの方が強いよね、なんかいろいろもろもろと。怖くない？だってカマキリがいい例じゃない？食べちゃうんだよ。夫っていう言い方はあってんのか知らんけど食べちゃうんだよ、パクッつって。栄養分として。すぐ壊れちゃうからね。
まあ確かにね、子供を産むのはそれぞれ体力がね、栄養もそりゃもちろんいるだろうしね、子孫を残すにあたってそれはそれなりの苦労がありますよね。カマキリにはカマキリなりの。コロさん食べてありがとう。どっちかは泣いてるのかな。まあ擬人化したら泣いてるのかもね。それとももう義務的な。うまく逃げるカマキリもいる。あ、そうなんじゃ。おとなしく食われるだけじゃないんじゃね。よかった。コランさん、はい、ありがとうございます。ソフトクリーム、アランドさんのソフトクリームありがとう。うわ、すごい英語だ。 With air like UW pump pumping pump。 はい、 I do ice ice thank you。 ただ楽しいな。リピート。はい、皆さんちょっと7時半になったので配信終わりたいと思います。皆さん今日も朝からありがとうございました。では団長読んじゃうね。13位焼きそばさん、12位通りすがりさん、11位天塚でさん、10位あむろあめもさん、9位はるさん、8位スノーヒルさん、7位たー、6位かっくん、6位ちょいだんごさん、やいふさん、そして第3位がもーさん、ありがとうございます。で第2位がほんた、ありがとう。そして今日の第1位はとしさんです。ありがとうございます。今日も朝からありがとうございました。はい、変わった。ぽんた、みやちゃんも何かあったら言ってね。今日も頑張っていこう。ありがとう。何かあったら言いますね、皆さんに。まあ言えることなら。ありがとうございます。私はでも皆さんがいてくれるだけで結構励ましになるので、そばにいてください。何も聞かなくていいからそばにいてください。ありがとう、心強いです。それでは皆さん、また明日の朝配信でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。